8月28日開催、マルゼミ量子通信入門のショートムービー第5弾です。今日はベルステートゲートとベルメジャーゲートの関係の話をしようと思います。で、まあ、前提としてあの最も重要、最も基本的なことは、エンタグルメント状態は、あの基本的にはあの2キュービットの場合4種類、4種類あるんですね。それをベルステートと言います。 で、00ゼロゼロケットプラス1一ケット。00ゼロゼロケットマイナス1ケット。01ケットプラス10ケット。で、01ケットマイナス10ケット。それぞれを、ファイプラス、ファイマイナス、プサイプラス、プサイマイナスと呼ぶことがあります。で、それではこういう形をして、アダマールが最初に来て、次に C ノットが来る。でベル、メジャーゲートは C ノットが先に来て、アダマールが後ろ。これよく似ていますね。 これが似ていることがどういう意味を持つかというのが今日の,あのムービーの主題になります。でベルステートゲートからいきましょう。ベルステートゲートはこういう形で、まあ、例えば00ケットを入力すると00ケットプラス1。これはファイプラスですね。で、0ケットを入力すると01ケットプラス10ケットを返します。これはプサイプラスですね。で、10ケットを入力すると00ケットマイナス1ケット。これはファイプラス マイナスというベルステートですね。一チケットを入力するとゼロチケットマイナス一ゼロチケットを返します。これはアップサイマイナスというやつです。で、こういうふうにベルステートは四つの計算規定のよ規定をえっと四つのベルステートに変えます。これに、まあ、まとめて括弧という形になるんですが、左側のあの基本的なゼロゼロゼロ一一ゼロ一一というトゥーキュービックの規定をですね。 あの4つのベルステートに変換しますこれも実はベル規定ということがあるんですけれどもで標準規定からベル規定の変換をするのはベルステートゲートの働きになりますまとめて書くとこういう形になってこれは前々回の、えー、とショートムービーでもあの具体的に計算したところですでベルメジャーゲートはこういう形をしていまして で、これは、えっ、ー、と、ファイプラスのベルステートの入力に対して00ケットを返す。で、プサイプラスの入力に対して01ケットを返す。で、これはファイマイナスの入力に対して10ケットを返す。で、これはプサイマイナスに対して、で、11ケットを取得する。まあ、こういう形ですね。で、これはそのまま書いてますけども、えっ、ー、と、 ファインベルステートを短く表してみましたけれども左側に4つのベルステートがあってその4つのベルステートをそれぞれを右側の計算規定に変換するというのがベルメジャーゲートの働きになります。まとめて書くとこういう形でこれも前々回あの実際に計算で確かめたところですで。問題はこのベルステートゲートとベルメジャーゲートがどういう関係になるかということです。 もう一度見てみましょう。ベルステートがこういうふうに、計算規定、4つの計算規定を4つのベル規定、エンタングメント状態のベルステートに変換します。ベルジャーゲートは逆に4つのベルステートを4つの計算規定に変換します。 で、まあ、ベルステートゲートはこういう形で変換するとすると、次の図をちょっと見てほしいんですけども、ベルメジャーゲートはあたりはこういう形なんですね。右側にベルステートがあって、左側にあの計算規定が出てますけれども、で、いつもは大体いいゲートは左、 から右ににあるるいは時間がすぐに流れるんです、ね、すこれはちょっと書き方を変えてみました。で、右側が入力で、左側が出力になってるっていう形です。まあ、でも、あの、入力が最初に c ノットに入って、c ノットゲートに入って、続いてアダマルゲートに入るっていう点では、これはベルメジャーゲート。 の,あの形をあのよく表していると思います要するに何を言いたいかというとベル・ステート・ゲートとベル・メジャー・ゲートってお互い逆方向に作用し合うんですよね。で要するにベル・メジャー・ゲートっていうのはベル・ステート・ゲートが左から右に進むのに対してベル・メジャー・ゲートは右から左に演算をするっていうことで 逆演算になってますで、まあインタビュー前にはあの逆円算というのはダガ、うん、エリミット共益っていいますのあの教益の記号、うん、ダガーで表すんですけれども要するにベルメジャーゲートというのはベルステートゲートのダガーがついたものですね。でそのことはこの2つ左側にベルステートゲートがあって右側にベルメジャーゲートを並べたときにこれは真ん中の線で ちょうど左右対称、鏡の像になっていることを見ればわかると思います。で、普通は、あの、まあ、ベルセットゲートで考えましょう。左から右に時間が進んで、左から右に演算が進むんですけれども、ベルメジャーゲートは、それを逆方向に進んだもの。で、これはお互いが逆演算になっている。お互いが、えっ、ー、と、脅威の関係になっている。 で要するに2つを続けて計算するとあの元に戻るっていう関係になってそれがベルステートゲートとメルメ,メジャーゲートの関係です。でこのことは実は量子テレポーテーション会の中でもとても大事な役割を果たしていまして量子テレポーテーションというのはゲートで書くとこういう形なんですが、えー、と左下青いドットで囲ったところがこれはベルステートゲートですね。 右上のグリーンの破線で書くとはベルメジャーゲートになります。で、ベルメジャーゲートは要するに、ベルステートゲートのダガーなので、何が起きるかっていうと、ベルステートゲートはこういう形で、この00が入力だったら、ファイプラスのエンタングルメント状態を作るんですけれども、ベルステートゲートもこれ、ファイプラスのダガー。 のエンタグメントをどっかで作ってるんですよね。で、量子レポーテーションというのは基本的にはその左上の,あのプサイケットの情報が民主のプサイケットにそのまま転送されるっていうことなんですが、ね、いや、実はこれはあのそんなに簡単になくていろいろ補正が必要なんです。で、これは後でやる、例えば量子エラー訂正と同じようにいろんな修正が必要なんですが、基本的な流れは 左上のサイケットの情報がベルメジャーゲートベルステートゲートのダガーに入ってそこなんかエンタングメントのダガーがみたいなのが起きて時間反転してるように見えますけれどもでもう一度ベルステートゲートに戻ってそこでまたあのあの時間が反転して。 くるっくるっと回っていくんですね結局ベル,ステートあのベルメジャーゲートとベルステートゲートっていうのはお互い逆演算なので,で2つ続けてやるとサイケッ実は先ほど言に戻る。たう実はそう簡単じゃないんですけれども直感的にはベルステートゲートとベルメジャーゲートがお互い逆変換だって関係で直感的に量子テレポーテーションの意味をこういうのをステリングダイアグラムっていうんですけれども。 理解するには便利かなというふうに思っています。